駆け抜けこのフケガワ。うわー兄さん危ない。うわー、びっくりした。兄さんたらちゃんと考えて動いてよね。お前何やってんだよって。俺が兄さんで、俺も、俺のボディどこ行った。所長とコウちゃんが入れ替わった。そうなんだよ。うん、どうすんの、このまま生きる。諦めんの早すぎだろ。結構な大事件だってのに、この反応の薄さ。あの二人、みんなで入れ替わりごちゃごちゃ落ちを警戒していると見た。してないしてない。困ったわね、どうしましょう。ははは。どう見ても兄さんだよこれ。どうしよう、オズ先生に見られたら実験台確定だ。なんだその前振り。カット変わってオズがいなかったことが奇跡だこれ。ああ、戸締まりしなくちゃ。ドア確認、右よし、左よし、ドアロック。自ら牢獄の鍵をかけるとは可愛い囚人だ。なぜ。おや、どうしたのターボー、ノリが悪いな今日は。怪しまれてる。バカ、少しは俺っぽい動きをしろ。兄さんっぽい動きってどんなだよ。 おい、人間観察なんて探偵業の基本中の基本だぞ。仕方ねえ、ここは二人で説得力アップ作戦だ。まずお前が適当にボケろ。どうしたターボー、今日は随分おとなしいじゃない。兄さんっぽいボケ、高枝尻バサミ。意味わかんない。多分高枝切りバサミにかけたんだろうけど、お尻でやる意味って何。切りと尻はダジャレに使えるほど似てはいなくない。あとお尻じゃ枝は切れないよね。それとなんで尻が伸びるの。なんで今日に限ってやたら冷静なんだよこのメガネ。兄さん早くうまいことツッコミ入れて。美しいんかい。なんか君たちいつもと雰囲気反対じゃない。なんだこれ、もしかして感づいてんのか。早く元に戻らなきゃ。実験だ実験だ。こうなったらベタだが、もう一回同じくゴロンゴロンやるぞ。いけー。うわー。俺一人で落ちてどうする。あー、なんかおかしいと思ったんだ。あ、めっちゃ怪しまれてる。怪しいんだよ今日の君たちは。いつもと尻のサイズが違うから抜けられない。縄抜けってそういうもんなの。おず先生、今日は何しに来たんすか。薬を届けに来たついでに、ターボーが前に言ってた超面白報復 Z を一発ギャグを見せてもらいに来たんだ。ちょっと兄さん、一発ギャグってどんななのさ。口で説明したらつまんなく聞こえるじゃん。いいから早く教えて。まず左右の尻タブを持ち上げて打ち付けるように交互に動かすんだ。そして一言、火打ち石。実際やっても面白いとは思えない。とにかくやってみろ。大丈夫かな。火打ち石。案の定滑り切ったわ。ところで先生、何の薬持ってきたんです。ああ、二人の人間の中身を入れ替える薬を持ってきたんだ。薬、おお、オズ大好き。3分だけしかない。